はい、皆様お疲れ様です。井上でございます。いやー、久々ですね。今回の、井上ゲーム&チャレンジガチャチャレンジは、グリムノーツリページです。で、今、視聴席が540個溜まってますので、こちらでですねガチャを回していきたいと思います。ガチャが、こちらですね。で、今回ですね、このカオスガラハット、円卓の騎士のですねガラハット卿、こちらがですねカオスになって登場です。で、今回こちらを回していきたいなというところで、見ていただくと、あと19回以内で星5ヒーロー確定ということで天井になっております。これを狙ってですね、カオスガラハットを出していきたいと思います。早速、回していきましょう。250個10連ガチャ一番右のガチャですね、これ回していきましょう。いきます。うわいと、よいしょ、来るか、赤ですね。緊張してきた。お、なんかヒロインが出てきましたね。名前が出てこない、久々すぎて名前が出てこない、やばい。来るな、もう来なくていいよ、来なくていい、そのままスーッと行く。オッケー、スーッと行った、スーッと行きましたね。これ天井ですよ。はい、次10連ガチャ、これであと9回以内星5ヒーロー確定ということで、出てくれ、押す、ガラハット、いか、赤だー。これしかも誰も出ないな、これ厳しいな、あー厳しい、これ、あら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 、まあ誰かしら出るでしょ、誰だ、おお、ということで倒すガラハットですね。まあオリジンじゃないんですけれども、出ました、やったぜ、うわーすごい、本当に出ましたね、狙い通り。っていうことで、今回出た倒すガラハットお試しで使ってみましょう。簡単にですね、こんなキャラです。まあ、皆さんですね、やってる方はもうこのお試しプレイやってると思うんですけど、新たなる王の伝説を始めましょう。まずこの連続攻撃ですね、盾と槍ですね。で、ちょっと切り替え技を、よっ、出ないな、切り替え技下手くそなんですよね、これできないな、うん、出ない、あら、お、出た、これが切り替え技ですね。で、最後貴様らの刃など届きはしない、これかっこいいんですよ、勝利を、うわーお、聖杯をもたらすため、これ広範囲で、広範囲からの領域戦場って感じね、バーッと行く必殺技になってます。いやー、やりましたね、諦めてこれ消しましょう。ということで、今回見事チャレンジ達成です、ありがとうございます。久々のですねグリムノーツリページ非常に楽しくできました。このカオスガラハットゲットをきっかけにですねプレイをどんどんしていきたいと思います。以上、井上ゲーム&チャレンジ、本日はですねグリムノーツリページ、カオスガラハット登場ガチャやってみました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。グバイ。